上泉寺は、長野県松本市端にある、曹東州の寺院である。三号は、天妃山、通称水卓、観論。1552年に創建された。本尊は、ニックルベである。しだれ桜の名所。廃物希釈で廃寺となった、若沢寺旧像の仏像を保管していることで知られる。境内はすべて山裾の傾斜地を切り開いたもので、 山門の下を黒川関の流れが横切る。春のしだれ桜と朱郎堂の取り合わせ、秋の紅葉と朱郎堂の取り合わせが知られる。事伝によると、1552年に、神林の児頭上泉殿が、上泉寺として建立され、慶長年間に、随末寺、第二世、柏高生庭が解散した。その後、1659年に、寺の流星を期して、 寺名変更を願い出て、1670年に、乗船時に改められた。1870年に、松本藩が廃仏希釈の判例を出し、これを強力に推し進めたことから苦境に陥るが、寺の存続が叶った理由の一つに、天領の和田に断下があったことが挙げられるという。1873年から1875年までは、明智学校の校舎として使われた。 太平洋戦争のために1730年作りの盆章は金属教室の南にあったが1958年に香取雅彦の手になる盆章が再構された。本尊の千樹観音は坂の上の田村丸の兜に付けられていたものとされるが現存するものは同様に1956年に香取雅彦が作った黄金物である。水観音堂は 廃物希釈により取り壊された若沢寺にあった旧正殿を乗船寺に移し、観音堂として1895年頃に再建したもので、銅像菩薩繁華像、銅像殿、薬師如来座像ご招待残結、銅像菩薩立像、木像、神言宗祖師像2体、憲本不動明王掛け軸などを収蔵している。建物は1984年に改築された。小さづけ 赤切れ、伊保等にご利益があるとされる。若沢寺は、品の国内有数の古刹で、江戸時代後期には、品の日光と称されるほどの規模を誇ったが、明治初年の廃物希釈で取り壊されて、廃寺となった。乗船寺が、品三33観音霊場の第25番札所で、あるのも、若沢寺からの継承である。三門前の六地蔵も、元は若沢寺にあったものである。 水沢観音護映家、マイルより心も正規水沢の誓いも深き、見寺なりけり。ありがとうございます。